7月23日晴れ。206の国と地域から集まった総勢11,839人、初出場となる人、9度目の出場を迎える人、キャリア56年という人、競技歴2年という人、6ヶ月の赤ん坊と大会に臨む人、孫が4人いる人、今年12歳になったばかりの人、それぞれがそれぞれの道のりを経て東京2020大会へと集いました。開催地決定の日から2876日、大会延期の発表から486日、2021年7月23日東京2020オリンピック開会式、17日間33競技339種目、11,839人のアスリートによる世界最高峰の舞台がここから始まります。東京オリンピックの公式ホームページより、五輪やめるのは簡単、楽なこと、挑戦するのが役割、総理大臣菅義偉。国立競技場周辺、聖徳記念絵画館が見えます。厳重な警備体制が敷かれています。その一方で規制区域内では大会の準備も着々と進んでいるようです。暑い中お疲れ様でございます。競技場の中には国旗などが見えました。国立競技場のそばには多く方がいらっしゃいます。皆さん、何か少しでも自国開催のオリンピックの息吹を感じ取るため、そしてオリンピックの雰囲気を味わいたい、歴史的な瞬間に立ち会いたい、そんな思いで数多くの方がいらっしゃったように感じます。声が大きいマスコミ、反対派の方々だけでなく、いじましい一般国民の気持ちを丁寧に拾い上げてほしかった。電車が近づくと公式応援ビートが流れます。まもなく2番線に都庁前経由光が丘行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。五輪開催都市東京都、責任者がいる都庁が見える公園に来ました。ここでは武蔵の森ダイナールでランチをいただきます。ファミレスのおしゃれ新業態、ジャンバラヤとナレットを注文したみたいですよ。ファミレス運営企業がやっているだけあって、おしゃれ一本やりのカフェより満足感のある出来になっていますね。公園にカフェを作るのが最近の流行りなんでしょうか。都庁の前にも人が大勢集まっています。歴史的な瞬間、そこに立ち会うにはどこに行けばいいのか、そんな方が多いのではないでしょうか。ご存知、東京駅丸の内にあるカウントダウンクロック、なんじゃーからーこりゃーすげえ人数の方が集まっているじゃあねえがー、オリンピックに対する熱い思い、または盛り上がり、すなわち人呼んでオリンピックグルーヴ、オリンピックグルーヴがビンビンじゃねえがー。東京駅前広場のみならず行幸通りもいっぱいになっています。カウントダウン時計の前で記念写真を撮る方も超多いっすね。公式時計を担当するオメガの時計が着々と時を刻んで今アースてか、公式時計はオメガなんかい、成功じゃないんかい。国内開催なのにちょっと残念。それのみならず切手の展望デッキにも人がいっぱいです。変わった形の雲だな。ブルーインパルスが来るのかな。皆さんそれを待っているのでしょうか。
選手の皆さん、残念ながら無観客になってしまいましたが、オリンピックを心待ちにし、選手の活躍を楽しみにしている方がこんなにいらっしゃいます。こんな暑い中、直射日光にさらされながらも熱い気持ちを抑えきれず集まっています。そして何より選手の皆さんを応援する方々がこんなにもいるんです。確かに選手の方々に声援が直接届くことはありません。でも今日一日さまざまな場所で感じた一体感は本物です。選手の方々は一人じゃない。みんなが応援している、期待を背負っている、それは間違いありません。諦め打ちひしがれている人ばかりではなかった。自分で考えて行動する人に多く出会えた。私自身1ヶ月以上探し続け、さまよい続けたオリンピックグルーヴ、やっと最高潮のオリンピックグルーヴに出会うことができました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。